松平宗武は、丹後国宮図藩七代藩主、本城松平家十代。明治維新後に、本城政に服し、本城宗武と改めた。校下三年六月九日、第六代藩主、松平宗秀の逸尾として生まれる。慶応二年の第二次長州征伐で、父は、老中、幕府軍長州政党補佐を務めていたが、幕府軍の戦況不利を見て、 独断で、長州藩の過労を釈放するなどしたことから、爆名により10月29日に強制隠居処分に処せられ、胸武が家督を継いだ。慶応4年の母親戦争では、宮津藩は新政府に教準し、山城八幡の警備を命じられたが、八幡警備に出陣した部隊が新政府軍に発砲したため、超敵とされた。 これにより在落していた宮津藩兵は武装解除され、1月10日、宗武は受落禁止の処分を受けた。1月23日、国元の重臣は、西恩寺金持ち率いる三院沈武士に降伏している。2月11日、重臣は、宗武の弟の新政府軍参加を申し入れる。2月24日に、父宗秀が上落し、謝罪と宗武の隠居を申し入れたが、 宗岳の隠居と宗秀の再相続は認められなかった。また、戸場、伏見の戦いの責任者として、重心2名の切腹を申し入れているが、長州藩からの申し出によって、長州征罰時の宗秀の長州画廊釈放の行と、引き換えに除名されている。4月29日に上落し、5月23日、謹慎を解かれた。9月1日、新政府に2万両を献金する。 明治2年6月19日、藩籍奉還により、宮津藩知事に任じられ、明治4年7月15日の廃藩知見で、地藩辞職を免職された。1873年からは開拓士として、北海道の農業開拓に従事した。1875年、京武将大講義及び、加護神社宮寺に就任した。この頃、旧宮津藩士小室信介らによる、 天教義塾設立を援助している。1884年、死者区に列した。1888年、山岡哲州鳥岡屋田、河井清丸らと、日本国境大道社を設立し、大道社の副社長となった。1893年4月28日に死去。去年48、宗竹は、俳句や川柳に堪能で、しばしば区会を開いた。 明治2年から弟の靴つきつなへの近況報告という形式を取った手書き冊子、社会新聞を勝負数作成し、俳句や和歌、教科などを発表した。社会新聞は、その後、第48編まで作成された。その他、国慶雑誌、段々新聞などに、教科や川柳を盛んに投稿し、国慶当書家の横綱格と評価された。ありがとうございます。